あ、おい、こっちこっち。ごめんね、急に呼び出しちゃって。今日って何の日か知ってる？そう、バレンタイン。バレンタインって女性が気になる男性にチョコを送って気持ちを伝える日なんだって。でも、今は逆チョコっていうのがあって、その、男性が気になる女性にチョコを送って気持ちを伝えるっていうのがあるんだよね。そして、僕、作ってきちゃったんだよね。チョコを。どうしても気持ちを伝えたい人がいて。でも、勇気が出なくて、こんな時間になっちゃって。え？誰に伝えたいって。それは、その、君に、だから、君に伝えたいことがあるんだ。いつも僕に優しくしてくれて、困った時も助けてくれて、いろいろ頑張ってて、キラキラしていて。そして、チョコもどんなのが好きなのかなって思って、最近は好きなものとか、好きな食べ物とかいっぱい聞いて、猫が好きって言ってたから、猫の形にしてみようかな、とか、甘い方がいいって言ってたから、甘くなるように作ってみたりとか、いろいろ工夫して、どうしたら喜んでくれるかなって考えてたら、楽しくなっちゃって。君のことを考えていると、僕が笑顔になってきちゃって。やっぱり、僕は君のことが大好きなんだなって。で、あ、ごめん。僕だけ盛り上がっちゃって、ごめんなさい。っていうか、全部言っちゃったかな。うん。そういうことなんだ。大好きなんだ。だから、このチョコを受け取ってほしいんだ。君好みの味に頑張って作ってみたから。そして、よかったら、僕と、